ございます。速稼塾の久保です。皆さんは情報をどこから取ってますか？テレビでしょうか？新聞でしょうか？それともまとめサイトでしょうか？ヤフーのトップページなんてのから取ってないでしょうね。今日実はね、すごく面白い記事がありました。例の N 国党の立花隆さんについての記事なんですけども、ちょっと画面切り替えます。はい、こちらの記事ですね。これはね、 N 国党の党首の立花さんが、人口が世界で増えている、だからもう虐殺をしなければならないんじゃないかなという見出しを書いてるんですよ。そしてこの見出しに対して元記事を見てもないのに、多くの方が立花さんってやっぱ危ない人なんだねっていうふうに解釈するんですよ。共同通信ですね。いつもの手ですよ。 N 国党党首、人口増に虐殺言及、 YouTube 動画で書いてますよね。これ YouTube 動画の元を、ね、見たらね、こんなタイトルむちゃくちゃおかしいってことに気づくんですよ。でも面倒くさがって、このタイトルだけ、そして気の利いた人はね、この記事だけ読むんですよ。この記事だけ読むと、わ、立花さんって本当危険な人なんだなって感じますけども、当然この写真は全く違うシチュエーションの写真です。で、 YouTube で語られてることもこんなこと言ってませんからね。本当にね、面白いというか、我々は本当にね、なんていうのかな、まあ、読み解く力がなさすぎるんですよね。で、私はもともと元ネタだけを、立花さんに関しましてはこういう記事を見ずにですね、いつも YouTube から情報を取ってますんで、立花さんが何を言ってるのかってことは分かるんですよ。でもその元ネタを見ずにね、こちらの方だけを見ると、共同通信とかヤフーニュースね、ヤフーニュースの担当者も無責任ですよね。これ共同のを引っ張ってくるだけっていうのは、これ要するに共同通信が元々の意図、立花さんの意図をねじ曲げたものをそのまま掲載してるんですよ。だからヤフーのニュースを信頼してる人はこのまま読み取っちゃいますよね。でもこれはヤフーの記者が作ったニュースではなくて、共同通信が勝手に湾曲した創作記事なんですよね。これ全く創作の記事です。で、これに対してジェノサイドみたいな言葉を使ったりね、想起させる内容で与野党から批判が出る可能性があるとか言って、可能性があるだって、だから可能性があるって書き方するんですよね。じゃあ出ない可能性があるっていうふうに書くこともできるんですよ、これ、うん、ジェノサイドを想起させる内容でって、想起させる、誰も想起しないですよ、そんなこと。だからこの一文で元ネタをね、かなり湾曲してるわけなんですよ。はい、私はね、この記事に対して立花さんを一方的に擁護するつもりはありませんけども、中立に見て共同通信がなんとね、もう終わってるかと。そして読者はどうせ元ネタ見ないだろうっていうふうに共同通信が読者を舐めて、もうね、もうバカ者扱いしてるわけですよ。だから共同通信がこういうふうな報道をしたらそのまま鵜呑みにするだろうと思って記事書いてるんですよ。で、現にヤフーのニュースのこの掲載してる担当者はですね、何の裏付けもなくこれをポンと載せるわけですよ。だからね、二重三重に、まあ、愚かな人が愚かなことに輪をかけて我々のもとに情報を届けてきてるわけなんですよね。私は騙されませんからね。私は元ネタを見ているとかね、総合的に判断してこんなことをね、例えば国政政党の党首が心の中で仮に思ってもこんなこと言ったら大変なことになるから言うわけないんですよね。言うわけないものを言ったと印象付けることが上手なのが日本のメディアです。皆さんもね、インターネットに可能性を見出したんだったら、いい加減にオールドメディアの言うことは無視した方がいいと思います。それでは本日の放送は以上です。失礼します。